まず簡単に言うと嫉妬心が中心です。嫉妬心、どこかで自分も それぐらいの出る国になりたいなと思ってても、あいつは簡単に出ちゃうって面白くないで、ガンと、ましては自分が地位が上だった、そうです。まあ妬み嫉妬というか、そういうものが原因の場合がほとんどです。それからある基準があって、こいつは生意気だとか、こいつはまだそんな分際じゃないとかいう部分だ。だから、そしてまだ出る杭ぐらいしか出てないから打ちやすいわけ。思いっきり天井まで行ったら打てなくなるわけ。そうそう、届かないわけ。その人が届かなくなれば出る杭じゃなくなるわけ。ましてはその出てきた杭が、ね、自分にとって宝のような杭だとしたら、打たないで、ね、その杭そのものも仲間にしようとするでしょう。まあそういうことです。